エイジの沢です。いや、買ったね。よく買ったね。まあ、坂本がね、しっかり決めてくれたんで勝てましたけど、まあ、実際のところ、だいぶね、攻められてましたし、ボールも時間も少なかったですし、シュート数もね、少なかったんで、まあ、ここ数試合見てる感じだと、まあ、ガンバの、展開はそこまでなかったかなと思うんですけど、まあ、勝ちゃいいんでね。まあ、なんとしても決定力って言われてましたけど、こういう試合があってもいいんじゃないかなと。相手は早速振り返りしていきたいと思いますけども、まあ、岸本がね、帰ってきたんで、先発来るかなと思いきや、まあ、遠山くんそのままという感じだったんで、まあ、試合の入り自体は、結構浦和がボール持って、ガンバが、まあ、特に何することもなくっていうような状況が続いてたんですけど、まあ、メンバー的にはね、まあ、そろそろこういう、怪我人もいるんで、まあ、これが固定になってくるんかなと。まあ、安中君が戻ってくればここでしょうし、でも福岡もね、いいんよね。この右サイドバックもしっかり仕事してるので、まあ、半田君が戻ってきた時に、まあ、福岡もしっかりカバーできるしっていう、まあ、選手の、まあ、層のところでは、かなり成長も見せてますし、正直福岡がここまで、できるとは2年前そんなに思ってなかったですけど、まあ、かなりね、ユーティリティのある選手なので重宝しますよね。で、まあ、遠山君自体はね、まあ、ちょっと、もう一つかなっていうところもありましたけど、まあ、実際のところはね、ボール持てば個人で突破するシーンも見れましたし、もうちょっとフリーでボール持てれば、いいパスが来ればっていうところで、もう少しチャンスが、に恵まれればっていうような感じかな。で、まあ、終始、ダワンと鈴木徳真と、まあ、守備張ってましたし、源田、中谷もここですよね、ここが非常に守備が硬くなっているので、まあ、その中でも鈴木徳真はすごい、前でもボール持てるし、後ろで下がって、カットできるしというところで、まあ、鈴木徳真が今、試合、チームを回しているかなっていうような印象ですね。まあ、数少ない中のチャンスを、まあ、生かしつつという感じではあったんですけど、まあ、ウェルトンがね、ボール持ち運んで、まあ、攻めるシーンも多かったですけど、まあ、右足のマークシュートがあまりはまらないというか、決まらないっていうところで、まあ、そこが決まるような選手になれば、めちゃめちゃ脅威やなっていう、まあ、実際、こう、フィジカル面と突破力っていうのがありますし、で、キープ力もある選手なので、まあ、ここはね、まあ、さらに、まあ、チームに馴染めば、より驚異的な存在になれるかなと思います。個人的に惜しかったなっていうのが、まあ、前半17分なんですけど、まあ、リプレイにはちょっと映ってなかったんですけど、まあ、坂本が追って、でダワンが追ってっていうところで、挟んだような形でダワンがボールこぼしたところを、まあ、坂本が拾って、そのまま前線にカウンター仕掛けて、ウェルトンにパスしてワンタッチで帰ってきたところを、まあ、シュートミスというか、まあ、キックミスになったんで、まあ、そこをね、もうちょっと決めれるように、まあ、どっちかっていうと、まあ、ウェルトンに出すよりかは、右2人がね、この宇佐美と遠山と2人がフリーやったんで、まあ、なんでウェルトンに出したんかなっていうふうには見えたんですけど、まあ、そこももうちょっと視野が広ければ、まあ、ウェルトンの方が良かったのかもしれないですけど、まあ、そこもね、含めて、まあ、どっちかというと、ウェルトンのリターンパスが坂本というよりかは、この奥の2人だったかもしれないですけどね。もう少し、まあ、守備、浦和の守備が、まあ、3枚しか来てない中で、まあ、この4枚でね、攻撃、カウンターしたんで、まあ、そこはね、もうちょっと、決めないといけないところかなと思います。今日の試合全体的に見て、まあ、西村さんはほんまに笛吹かへんなっていう印象でしたね。まあ、そこファールやろうっていうのは結構あったんですけど、お互いに。まあ、そこでもあんまり吹かないっていう感じやったんで、まあ、それはまあ、ストレスなく見れたかなとは思いますけど、結局、最後ですよね。最後の岸本のハンドを、
取らなかったっていうのが、あれが本当に助かりましたよね。本来ならもう主審が変われば普通に吹かれてるかなって思うんで、まあ、そこが一番大きなポイントちゃいますかね。まあ逆を言えば、西村さんが J リーグの審判っぽくないっていう、海外審判っぽいっていうね感じなんで、まあそれはそれで良かったかなと。別に、これファール取ってくれよとは思うシーンもありましたけど、まあ別にそれは互いにそうやしっていうのがあったんで、まあこの審判は取らへんねんなっていうのだけで、まあそこは一貫性があったから良かったかなと思います。前半は特に何をすることもなく、まあ浦和もそこまでチャンス多く作ってはったわけじゃないですけど、まあコーナーは多かったですけどね、まあそれもしのぎつつ、まあガンバはまあ攻勢一方やったなっていうような感じでしたけどね。後半入ってからはほとんど浦和がボール時間長く持ってましたし、で、まあ、結構攻められるシーンも増えてきて、で伊藤のねところもポストで助かりましたけど、まあ、正直あれも1点もんやなっていうところ、よく外してくれたっていう思いましたけど、まあ、その後も渡辺のシュートも良かったですし、あれもよく一森が防いだなと、まあ、正直そこでまあ2失点してもおかしくないシーンではあったんで、まあ、本当にまあゴール奪うのも奪われるのも紙一重やなっていう試合展開でしたね。結局ガンバの今のスタイルが、まあ、ポゼッションとは言われてますけど、結局ポゼッションしながら特に何も生まれてないっていうようなことが多いんですけどね。で実際点取ったシーンも結局浦和が攻めてって自陣で守ってて、でパス受け取ったところを、まあ、中野くんがねうまいことカットしてのカウンターだったんで、まあ、そこもね、どっちかというとガンバ、まあ、今日みたいな試合はボール相手に持たせながらというか持たれながら、まあ、攻められてるのを、まあ、しっかりと要所要所防いでカウンターで、で1点取り切ったっていうような試合展開ではあったので、まあそこはねちょっと割り切りながらポゼッションというよりかはカウンターというところでもうちょっと引き出しが増えれば、まあウェルトもね右に移動してましたし、まあ、この両サイド使えるウェルトンっていうのは非常にね重宝しますし、で後半から入ってきた山下もね、まあ、そこもかなり良かったですよね。結局坂本のゴールでなんとか虎の子1点守りましたけど、まあ、結局あのシーンもねしっかりとウェルトンがクロスまで行けたっていうところと坂本がしっかり決め切ったっていうところで、まあ、ウェルトンのアシストしたところに行くかなと思いきやそのままウェルトンスバーのままガン無視してたんで、その辺ちょっと面白いなと思ったんですけど、なので結局こう交代で入ってきた選手がしっかり結果出したっていうことでね、この中野くんもすごくいい動きしてましたし、なのでこの辺はうまく効いてるんちゃうかなと思いますね。で鈴木徳馬は終始運動量多いですしね、まあ、この連携っていうところはもうちょっと上げていくべきですけど、まあ、今の状態でもね、まあ、十分、まあ、浦和に対しても戦えてるなっていう印象ですね。結局何がすごいかって0点で抑えてるのがすごいですよね。まあ、今までのガンバやったら普通に追いつかれてるやろうし PK も取られてるやろうし、まあ、その辺はね、まあ、中田にしんちゃんを、まあ、筆頭として、まあ、ここがしっかりブロックできてるっていうのと、まあ、最後の取りで石森がしっかりセーブできてるっていうところで、まあ、ここがね強度がかなり上がってるので、まあ、失点は少なくできてると。なので60失点はさすがにないかなと思いますけど、まあ、目標としては半分以下30点以下にシーズン通して終われれば、いいかな。今回は交代で入った中野、山下、倉田、岸本で、岸本入ってから流れちょっと変わりましたし、で倉田が終盤入ったところもしっかり守備でね、まあ、試合締めるっていう意味では非常によく動いてくれましたし、山下も良かったよね。最後笛
なった直前のボールカットとそこからのスプリントと持ち運びと、あれめちゃめちゃ速かったからね、やっぱああいうシーンを見るとワクワクしますよね。でまあちょっとね、なかなか機会がないですけど、ミトリンも、うん、そのうち出てくるやろうし、まあこういった選手がね、若手がどんどんね出てくるとすごく楽しみですよね。暫定の順位ですけど、ガンバ5位ということで勝ち点15を積んでますね。首位との差は勝ち点3つ差ですけど、まあ悪くないでしょう全然、うん、まあ連敗こそしましたけど連勝しましたし、まあ名古屋がねあれからそんなにね負けてないってことなんで、明日のセレッソと名古屋の試合はちょっと注目株かなと。どっちかっていうとエフトーと町田より名古屋とセレッソの方が、うん、気になりますけどね。京都は新潟に 1-0 で負けてますし、やっぱちょっと下位がねちょっと固定してきたかなと。湘南も神戸に負けて、うん、ただね札幌が広島に意外と引き分けてるっていう試合もありますし、まあ、鹿島がね 4-2 で鳥栖に負けてるっていう、鳥栖が意外とここで、うん、ちょっと化けてきてるんかなっていう、うんと、まあ、結果だけ見ればね、うん、そう見えますけど、まあ、福岡岩田 2-2、川崎と東京ヴェルディも 0-0 で引き分けなんで、まあこの辺がね、川崎がちょっと今伸び悩んでるっていうのと、まあヴェルディもねなかなか勝ちきれないっていうね試合も続いてますし、まあその中では、うん、名古屋あたりがちょっと不気味な存在かなと思いますね。次節は4月28日日曜日、ホームで3時から鹿島ですね。鹿島ちょっとねあんまり印象ないですけど、鹿島もねあんまり調子良くはないんでね、ここで一気に波に乗って3連勝できれば、うん、まあ、いよいよ本物かなというところで、まあ、その前に24日水曜日19時からあのハウェイですけどね、琉球なんで藤原降臨ということでね。ただガンバはこういう試合苦手なんでね、まあ、どうなるかはわからないですけど、まあ、連戦になるのでね、なのでまあしっかりとターンオーバー含めながら鹿島戦に臨んでもらえたらなと思いますけどね、うん、まあどうでしょうねまあターンオーバーしなくてもっていうような印象もありますけど、まあそこはまあなんとかやってくれると思います。こんな感じで適当なこと言ってますけど、もし何かありましたらコメントの方に残してもらえたらなと思います。まあ、山下もね試合に出ましたし、坂本も調子いいみたいなんで、今後も若手に期待ということで、今後も一緒にガンバ大阪応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。